演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、業務スーパーの杏仁豆腐を食べたいと思います。牛乳パックシリーズの6本目、ほんと大きいですね、これ。杏仁豆腐、個人的にはかなりあっさりしているイメージがあるんですけど、これはどうなのかな。まあ、香りはまさにそうだ。ちょっと、これ怖いな。感動を通ってやりましたけど、崩れちゃいましたね。まあ、杏仁豆腐はもともともろいところがあるので、まあ仕方ないということにしてください。はい、こんな感じですね。これも以前食べたチョコババロと同様で、ちょっとむにゅっとしてましたね。では、いただきます。こんなにたっぷり食べても実はなんですよね。味は杏仁豆腐と聞いて想像できるあっさりとした味わいの杏仁豆腐ですね。杏仁豆腐はカロリーも低いので、ダイエットするときとかにちょっと食べたいときにもいいかもしれませんね。これください。これ 100g あたり80なので、だいたいこれ1パックでも 800kcal ですね。まあ1パックも一気に食うかっていう話ではあるのですが、で、こちらもそのアレンジレシピが載っていますね。こういう風な食べ方もいいです。確かにフルーツ欲しくなっちゃいました。というわけで、こちらも このテイストさせていただきます。あっさりしていて美味しかったです。それで、猫の恋聞き届けるまで仏なり。飼い主さんは仏様になりたいのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると、他の動画も見ていただけると嬉しいです。えんぶでいいえん。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。